15秒前です最初のわけもなく退場いたしますので、皆さん判断よろしくお願いいたします。5秒前です。5秒前、4 3 2 1、お待たせしました。退場いたします。退場いたします。皆さん走らないでください。走らないでください。さあ、今日も始まりましたね。出足遅いですよ。最近ね、僕もこれ危惧してるんですけどね、なんかだんだん年々というか、年々というかね、大体こんな感じになってくるんですよ。まあまあお客さんの方からも仕掛けてくるみたいな。そうですね。まあでもね、何が起こっても大丈夫なんですよ。芸人座らしたら満員になりますからね。ここで鶴新からのお知らせです。発表いたしましょう。鶴新ドリンクランキングやってます。やっぱね、これ楽しみに来てる人もいますからね。これ楽しみにね、これだけ聞いて帰る人もいます。発表します。第3位速度ドリンク、第2位チューハイ、第1位それで、いや大ちゃん、最後パッサパサやもん。生ビールです。はい、鶴新からのお知らせでした。新規の方ですよね。そうなんですかね、あっちの今日初めてですよね。どっから来られました？今度いっぺんね、東京でいっぺん楽屋話やろうかな思ってるんですけどね。ついてきません。ここ突破口ですか？突破口。家どこですか？江戸川区の陸上競技場あるとこですね。あ、ここで昔俺カール君と挑戦した。あ、ここの陸上競技場や。なるほど。江戸川区。いいですね。いっぺんね、ちょっと東京にお出かけ隊やろうかな思って。その時一人で来るでしょどうせ。絶対友達がね、難しいんですよね。これね、友達誘ってもね、友達に説明しにくいんですよ。まあまあ確かに、どう説明してこの前カップルで来はった人な、もう今日来たれへんやん。あの人な、こっぴどく彼女に怒られたって言いましたね。あの女の子に恋愛男が説明するね。黒井さんって、黒井さんやー言うけど、こっちの女の子分からへんねんもん、あれ。誰やろ、こんな汚いな。一番今説明しにくい人ですからね。説明しにくいで、これ。そんな。この前でもプノンペンから来たはったからね。ああ、知られましたね。あれはどうにも抜かれましたね、本当に。プノンペンの人今日来てませんか？うわ、プノンペンの人まだ来てへんかな。ああいうドッキリはやめてほしいですよ。びっくりした、あの人。あの人でもほんまにね、俺前カンボジアマラソン行った時に、あの人はプノンペンやから隣の町シェムリアップって飛行機で40分かかったとこで俺走ってて、ああ森さんそういうとこ行かれますもんね。ほんならそこで俺走ってたら、あの人が「プノンペン在住、プノンペン在住、プノンペン在住」ってそれ一言で分かりますもんね。ほんであの人がここへ帰省してきた。来てますよ、本当に。いやでもいいですね、こう見てていても。これけど楽屋話見たことないやろこれ。今日結構入れてやってますよ、いろんなとこで。いろんなとこでイベントやってるけど、これ大丈夫。まあでもまあなんとかするわ。今中1やったな。中2か、よしよし、中2。そこまでしてるんですか？そこまでしてる。見た感じ分かるやん。どう見ても大学生には見えへん。そらそうですけど。そらそうです。中学1年生か2年生でサッカー部か野球部やろ、こんな感じのな男の子。何部やったっけ？サッカー部。お母さん無理やりに。あ、来るって言ってくれるさん。でも知ってるんじゃないですか？でもこれはほらラジオでもないしテレビでもないから。YouTube じゃないの、これポッドキャストやから。ポッドキャストで、はい、これやからね。私は見てますけど、別に字とこの子が見るわけないよね。でも今日の次から次へと全然知らん人しか出てこないよ。それがたまらんって言い出したら、これ末恐ろしい子供ですよ、本当に。でもおばあさんはそれはたまらへんと思うねんけど、でもそれがたまらへんだから、東京から来たはるからね。今日誰をちょっとチェックは誰ですか？いや、もちろん森脇さんですけど、特にこっちのディズニーの世界はないですか？ファンタジー。ああ、来ましたね。いや、開演30分前の時にイカからできはって中尾さんですよねみたいな。この前俺野球見に行ってて、俺と藤田と見てたんよ。藤田見てたらなんか向こうからツカツカツカって来て、完全に俺と中尾藤田が座ってたらブワー来はんねん。おっちゃん来てドワー来て、あ、俺のとこ来はるわと思って、まあ握手かなんかかなと思ったらパッと見たら「あわわのおっちゃん」って言うて。俺じゃない。あ、もう森脇さんはね、森脇さんはもちろんあわわのおっちゃんメイン飛ばしていくっていうところがね、メイン飛ばしていく若干寛大な心持ってますけど、後でちょっとなんでお前に行くねみたいな、ちょっと嫉妬が、後ろの方は今日はどこからね、前も来てありましたが、門間から来て、新プレのまっちゃんの住みかんどこや、古川橋の佐護城ばっかり行ってるで、駅前の佐護城行きました。佐護城あれまっちゃん生ビールタダで飲ませてくれな、店の大将まっちゃんの前、もうすでに怒ったんちゃいます？あれもうまっちゃんにお手も知らんふりして、まっちゃんと目をたらケツの毛まで、最近あれまっちゃんが増田を誘ってんね、増岡の増田、あいつも古川橋やからね、だから佐合城に何かあったら行きようね、2人であれ安の人の野良いよんねで、こうガラガラって言うてこうなんかこう入っていかなかったでしょ。めっちゃええ店、めっちゃええ店、ガラガラって言うてこう滝が流れて、たまにまっちゃん打たれとんねん。打たなあかんなあれまっちゃんな。そうやんか、しょうがないなあいつ。ほんで帰るよって必ずこれがあたんだってなあ、まっちゃん。後ろの方どっかどちらからでしたっけ？どちら？僕初めてです。あ、初めて。いますよ、いますよ。だから知らないわけですね、この番組は。あのね、しょっちゅう飲みに行ったら聞かされる。ちょっと雰囲気楽しくなってきて、ほんで一回行こうかなって。ああ、これ一番いいパターンじゃないですか。ほんだら今日は乗ってこのディズニーの世界がわからんわけですね。わからないわけですね。だって普通ね、13時半会場で14時から始まるんですけども、メインパーソナリティが席をこう案内するっていうのはこれ初めてでしょ。これ画期的でしょ。だから最初14時から始まるで言うたら14時に来たらいいんですよ、大体ね。5分前でいいんだけど、この入りの皆さんのええことね、まあね、ほんなら今日何のことか分かんないわけですよね。はあ、すごいですよ本当に。俺らも当たり前ですけど、まずラーメン屋に入っていくってことがね。そうでしょ。まず衝撃だったんじゃないですか、それは。初めてですよ。森脇健児がって言ったら、まあ一応ね僕の名前と顔は分かってはると思うけど、森脇健児がって言うて道頓堀来て抜けて、そして難波抜けてって日本橋あれあれあれみたいな。なんでだそら。こっちの古川橋の兄ちゃんがこっち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 。もうなんか変なセミになっちゃうから。怒ったよ。難波グランド花月の前や。そうですよ。抜けてって。うわ、なんか吉本のうわ。なってるとこに通り過ぎて、あれあれサザエさんのエンディングみたいな。そんなね、浮き足だってはいかない。浮き足だってああほらおかしいね、ちょっとお前変な宗教連れていかれるもんだよ。そうですよ。水とか粒とか俺だ、お前大丈夫か？道具屋筋抜けて、おでエロビデオ屋があって、あれっていうあれって、ほんで同人誌とかね、でラーメン屋さん入ってきて、で2階階段があったら中尾さんですからね。初めてもう前一番前いっぺん座らせて、えらいことなりましたな。よくここおいで、このようやるどっかに足元気付けて、天童が近いわ。天童近い、そこないで気付けて。はい、どうもどうも。来てそこやね。座って。はい、いいですね。ちょっと猫背で見ときや、猫背で見ときや、そういう感じ。猫背。初めてのお客さんもね、僕が全部案内するからね。びっくりしないでくださいね。こういうスタイルなんで。スタイルやからね。これで我々やってますんでね。誰が好きな？藤田さん。あわわのちゃんボケてきますね。今日あわわのちゃんどうなんかな、機嫌はええみたいよ。機嫌が悪いと怖いからね、芸人さんは。本日の皆さんに発表しておきますけどもですね、本日特別に新メンバー用意しましたよ。来ますよ。いやー、今回僕も本当びっくりしますよ、本当にこいつ。ついにね、いや僕はね、こいつをいつ出そうかいつ出そうかっていうのはちょっと前々からずっと見てたんですけどね。まあ確かにだいぶ寝かしてる風はありましたね。寝かしましたけど、今日2組ほど、2組、はい、ニューカマー、もう早速ニューカマーを用意させてもらってます。匂わしとくっていう感じで。はい。そして今日はイリュージョンもあるみたいですよ。確かに僕ら入った時にもえらい大掛かりやってましたからね。やってますからね。買ってきましたね、楽屋話。楽屋話も買ってきましたからね。はい。さあ、そんなわけで中尾君何分前でしょうか。大体おらへんのこういう時2分前ね。だって言ってくれないと持たなかったみたいになるんで。あ、帰ってきました。ションベン行ったんだ。天性のもんですね。こんなんね、天日のもんがあります。こんなんね、芸人がねドキドキしてションベン行くってどういうことや。2分前にねドキドキすんねんて。この雰囲気でもドキドキしてたらアホやで。みんなこっち向いたねん。後ろで2分前言うてんのでドキドキすんねん。たまりませんわ。さあ、それでは我々登場しますんで、まもなく開演です。